僕の声君届けよう、ララララさあ歌うんだ。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課他各社の提供でお送りします。2016年8月7日日曜日、時刻は9時になりました。声が裏返ったね。観光情報番組読谷ラジオ1101回目の放送、ナビゲーターの増谷でございます。今日は沖縄雨やね。あ、暑いねか雨だねしかね、もうねこの頃は番組ね始まった時に伝えてないなって思ってね。いや、この激しい雨は今日一日続くということで予報が出てますよ。皆さん、お車を運転されている方、ね、今からお出かけする方、気をつけていただきたいと思いますけども、まあ、そんな沖縄県雨の、日曜日になっておりますけども、さあ今日から、ね、始まります夏の甲子園、今日開幕ということで、この番組と同時に、まあ、開会式が始まっているのかな、わかんないけどね。いや、もう98回目を迎えるんですね。全国高校野球選手権大会は今日、兵庫県にございます甲子園で、はい、開幕するということでございます。沖縄県からは嘉手納高校が沖縄県代表として出場していきますけどもね。いや本当にね、この夏の甲子園、この時期な、夏を感じるなという部分ありますよね。甲子園を見て夏を感じるという部分もありますけども、沖縄県に旅行でいらしているそこのあなた、ね、ラジオから聞こえてくるその情報だったり音楽、それでまた沖縄を感じるものも ございます、ね、いろいろあると思いますけどもね。この番組、観光で沖縄にいらした方、そして地元沖縄県民の皆さんに、ここ沖縄県の情報、読谷村の情報、ラジオで伝えていきますよ。生放送でお送りしていきます。今日はちょっと雨が降ってますけども、雨が降っても楽しい情報、この番組でしか聞けない情報を盛りだくさんでお届けしていきますので、皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。これこそですよ、ローカル、このラジオでしか聞けない情報、ね、この番組でないと聞けない情報、ディープでコアな情報、皆さん満載でございますので、10時までのお付き合いよろしくお願いします。本日のナビゲーターはマサヤです。言葉遊びは進行形、そしていつから泣いた君に届け、もうゆっくり進む、つなぐでとけ、俺と勝負は泣いたら負け、明日は苦しい、それは素晴らしい、日々を約束、それじゃ早速話すとか効果不効果、地球の色で僕らは
観光情報番組読谷ラジオ、本日ナビゲーターマサハでお届けしていきます。本日のドライビングナンバー、福山雅治、スコール。通り雨が嘘みたいに綺麗な空、そんな風に微笑むから、いつの間にか嬉しくなるよ。ちょっと大きなあなたのシャツ、通した袖をつまんでみた。今私恋をしている、悲しいくらいもう隠せない、この切なさはもっと一緒にいたい、二人でいたい。いいよね。雨の日だからこそなんか似合う曲っていろいろある中で、この福山のねこのセクシーボイスでね、朝のこのドライビングナンバーかけた俺がもう死に酔ってるっていうね。どうですか皆さんね、あ素敵じゃないですかこういうドライビングナンバーもいいなと思って今日選びましたけども、安全運転よろしくお願いいたします。お届けした、曲は福山雅治、スコール、お届けしました。さあこのなんだろうセクシーな雰囲気からガラッと変わり、サブロー OG のコーナーといきますけども、 OG は雨の日でも、今日 OG 雨だったけどあれですか二十歳行くんですかね。あ行く、おじ気をつけてくださいよ。あ大丈夫ですか。じゃあおじいのコーナー行きましょうね。あなただけ、サブローおじいが教える今日の沖縄の天気。昼夜網、一日中網、まふっかまり、さっこうつづく網ないびん、よほいじとん、雷んゴロゴロそう、気をつけてください。さようなら。
はい、おじありがとう。ね、今日は一日中雨だよって。うん、雷もあるよ、危ないよってお話をしてました。おじは畑に行きましたけどもね、カッパつけてね。気をつけて、おじ。ということで、時刻は9時11分です。皆さんに天気予報をお伝えしていきましょうね。まずは天気概況からです。こちら、ドン。沖縄中南部、本島北部では、7日昼過ぎまで低い土地の浸水や、河川の増水に警戒し、土砂災害に注意してください。また沖縄地方では発達した積乱雲の下での落雷や突風、うねりを伴った高波に注意してください。そうね、この雨の影響でね、地盤が緩んでますからね。はい、土砂災害気をつけてください。さあ今日の天気、東の風やや強くのち、南東の風やや強く雨、ところにより昼過ぎまで雷を伴い非常に激しく降ると出てます。波の高さ 2.5 メートル、うねりを伴う。今日の日中の最高気温30度。うわ、降水確率午前中 80% って。アーティーチャビオ、正午から夕方6時までも降水確率は 70% と高いです。その後夕方6時から24時にかけても 60%。うわ、今日は高いな。一日中雨が降るのかな。で、明日月曜日8日も今日と同じく雨と出てます。明日の降水確率も 60% と高くなってますよ皆さん。週末にかけてね、この雨はね、いろんなイベントに影響を及ぼしているんじゃないかなと思いますけど、皆さん気をつけていただきたいと思いますよ。さあ、マサヤが担当する日は沖縄知っとこクイズお届けしておりますけれども、今日のクイズはこちら。今年はね、台風の発生が少ないですけども、本当に少ないよね。異常現象ですね。では今年は何個の台風が現在まで発生しているでしょうか。今年は台風が少ないですけども、今年は何個の台風が現在までに発生しているでしょうか。はい、ズバリお答えください。何個とね、お答えください。分かった方はメール fm786@fmyomitan.co.jp、 すべて小文字 fm786@fmyomitan.co.jp となっております。皆さんどしどしメッセージ、お寄せください。まあ、クイズの答えね、なくてもいいのでぜひよろしくお願いいたします。さあ、時刻は9時14分。一旦 CM を挟みまして、皆さんに CM 明け、読谷何でも調査団お届けしていきますけれどもね、みんな大好きお菓子の情報をお届けしていこうと思っております。詳しくは CM 明け、読谷何でも調査団でお届けしますので、チャンネルはそのままでよろしくお願いいたします。それでは一旦 CM やいびん。
読みたん、なんでも調査団。観光情報番組読谷ラジオ、本日の放送もここ読谷村高志一風にございます。体験王国紫村サテライトスタジオから生放送でお送りしてます。どこにでもあるでもそこにしかない読谷ラジオから始まる発見と触れ合い、あなたの知らないの枠を広げる、行ってみたいの枠を広げる読谷何でも調査団のコーナーでございます。今日は美味しい美味しいみんな大好きお菓子の情報をお届けしていこうと思っておりますよ。読谷村大木にございます菓子工房キキね、キキキリンのキキね、菓子工房キキの情報を皆様にお届けしていこうと思っております。キキキリンって言われてもわからない人多いのかな、わかんないですけどね。ということで詳しくはこちらお聞きください。天川さんを見つけました。おはようございます。はい、天川さん、今日はちなみに何をおすすめするのでしょうか。今日は今おすすめの夏のギフトのご紹介をしたいと思います。今ちょうど詰めてるところですよ。はい、ということで早速聞いてみましょうかね。よろしくお願いいたします。はい、ご紹介します。はい、それでは早速ギフトの方を紹介したいと思います。まずはこちら、風鈴の形をした涼しげなギフトの箱になっております。続いてこちらが花火の箱ですね。こちらも可愛らしい花火が花開いたような感じの箱ですね。そして今年のおすすめがこちらの布になった布のパッケージになります。金魚ですとかこちらも花火、あとはひまわりのようなものもご用意しております。こちらはですね、すべて中身はお客様のお好きなものもお詰めいただけます。このような焼きドーナツやバームクーヘン詰めてはいかがでしょうか。幅広いお値段でもご用意しておりますので、ぜひギフトご検討中のお客様、菓子工房キキへご来店お待ちしてます。お待たせしました。先ほど一枚一枚丁寧に焼いたパンケーキになります。こちらのパンケーキはですね、オリジナルブレンドの小麦粉を使用した甘さ控えめのふんわりパンケーキになっております。自家製のベリーソースと旬の果物を盛り付けたおすすめのパンケーキになります。こちらはドリンク、コーヒー、紅茶、オレンジジュースからお選びいただけるドリンクもセットになっておりまして、税込み800円でご用意しております。ティータイムや女子会などにおすすめですので、ぜひ ご利用ください。今週も菓子工房キキでお待ちしております。いやいいね、なんか女子って感じですよね。はい、皆さんにお届けしたのは読谷村大木にございます菓子工房キキでね、今まさに真っ最中の、ね、夏のギフト、そして店内で召し上がることができるパンケーキのご紹介、皆様に、お届けしましたけども、もうお中元の時期ですね。あ、もうお盆も近いということで、お中元にもね、夏のお中元にも喜ばれる夏のギフト、まあこれお中元にね、使うのもよし、まあ、プレゼントに、まあ、するのもよしということで、夏のギフトでね、この商品なんですけど、失礼、この商品なんですけども、夏をイメージできる風鈴のね、可愛い入れ物だったり、花火がねデザインされてる袋だったりで、金魚ね、この金魚の袋だったり、まあ皆さんが選んだお菓子を詰めてね、送ることができるということで、夏を感じることができる、またこの袋のね可愛さ、いいじゃないですかね、送ってもらって嬉しい、夏のギフト、そしてでね、菓子工房キキの、店内でも召し上がることができる、ね、パンケーキドリンクセットのご紹介もしておりましたけどもね、これねパンケーキっていうのをね、実際に私はこの菓子工房キキさんのね、この取材に行った、スタッフさんが撮ってきた映像を見て、うわこんなにボリュームがあるもんだなとびっくりしましたけどもね、パンケーキの上には旬な果物ね、ドドッと乗ってましてね、なんだろうな、スイーツなのにヘルシーな感じがしますよね。うん、甘々しくないというかね、甘い中にもこのスイーツのね、この果物とのコラボがこの上の中で
コラボされて踊っている感じがしますけどもね。いやいや、こういう感じで、店内でも召し上がることができます。パンケーキドリンクセット菓子工房キキで800円、税込み800円で召し上がることができるそうなので、ぜひ皆さん足をお運びいただきたいと思います。そして夏のギフトもやってますよということでね、皆様にご紹介いたしましたけども、いや、なんだろう、大人なね、またこの味があるスイーツも取り揃えている菓子工房キキでございますので、ね、皆さんぜひ足を運んでいただきたいと思いますよ。で、菓子工房キキ、お菓子御殿さんとね、まあ、系列は一緒なんですけども、お菓子御殿といえば読谷村に本店がございます。読谷村宇佐にある、お菓子御殿さん、まあ、こちらも年中無休でオープンしてますからね、まあ、菓子工房キキに行った後にまたお菓子御殿さん宇佐にございます。菓子工房キキの後にお菓子御殿に立ち寄る、ね、近くには沖縄残波岬ロイヤルホテル、まあ、近くというかすぐ向かいにはね、うん、残波岬ロイヤルホテルさんもございますので、検索をする、ね、探す方法としては沖縄残波岬ロイヤルホテルで検索するか、もしくはそのまま直接お菓子御殿で探してみてくださいね。今日はねちょっとね雨が降ってねどんよりしてるんですけども、晴れ渡った日にはこの菓子工房父さんの、違うごめんなさい、お菓子御殿さんの周りのこの海はね本当に綺麗な青々とした海が広がるね、その風景が見ることができますからね、ぜひ、沖縄ちょっと長らくいるよという方は、明日は雨なんです、明後日はちょっと晴れが出てますからね予報、うん、参考にしていただきたいと思いますよ。ここでしか食べれないっていうね、あの菓子工房キッチさんはね大型バスで、まあ来られる観光客ではなくてレンタカーをご利用されてるお客さん、うん、非常に多く訪れる場所になってますのでね、もう選ばれた、ね、厳選された、もう本当にこのお店でしか食べれないパティシエさんがね、作り上げたその商品をぜひご堪能いただきたいと思いますよ。本日の読谷なんでも調査団は菓子工房キキ、ね、夏のギフトパンケーキドリンクセットご紹介いたしました。なんとあの川口京吾さんがここ読谷村の歌を歌っているんですよ皆さん、ということでお届けしましょう。川口京吾、ウチナーテンプス読谷。「未来がないよ」
観光情報番組読谷ラジオ、本日の放送も電気に生放送で読谷村高志法にございます。体験王国紫村サテライトスタジオから生放送でお送りします。雨の日でも晴れの日でも曇りでも生放送、観光情報番組読谷ラジオ、時刻は9時32分になっております。さあここで皆さんに、あ、これはいいね、行ってみたいねと思う情報をお届けしていこうと思っておりますけども、なんとどういうイベントなのか直接本人に伝えてもらうべく電話つながってます。呼んでみましょうね。つながってるよね。もしもし。もしもし。どちら様でしょうか。
読谷村子ども会育成連絡協議会、略して読みこ連会長の東馬と言います。よろしくお願いします。あら、はい、何ぬね、信也さんじゃないですか。東馬としか言ってないのに。はい、そうですよ。すいません、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。読みこ連の情報をがっつりとこのラジオを聞いてる人に、はい、インターネットテレビ見てる方に、はい、ユーストリーム見てる人によろしくお願いします。はい、何があるんですか。はい、はい、本日ですね、日曜日8月7日日曜日、読谷村イオンタウンにおきましてですね、お第1回読みこ連祭りというのを開催いたします。第1回なんですか。これ第1回目なんですね。素晴らしいじゃないですか。でも、はい、会長信也さん、はい、今日雨降ってますよ。雨降ってます。あの雨降っているんですけども、あのイオンタウンさんの、ご厚意でですね、はい、ステージを、雨に濡れない屋根付きのところに移してですね、やりましょうということで、はい、あのそのまま予定通り開催いたします。素晴らしいですね。夏休み特別企画2016、はい、読みこ連祭りなんですけども、はい、これどういう催し物が、はい、内容行われるんですか。はい、まあ、舞台の、発表になりますけども、うん、子どもたちのですね、はい、舞台をこう芸能に携わっている子どもたちですね、子ども会を、皆さんにご披露しろする場所をたくさん増やそうということで、本日、うん、読みこ連祭りの方では舞台の方で、とけし子ども会さんからですね、とけし獅子舞、あ、獅子舞、ザキミ、はい、そうです。でザキミ子ども会はザキミ坊ですね。あ、ザキミ坊、おお、はい。そして、読谷ダンススタジオフェニックスさんが、ヒップホップダンス、あ、ダンス、おお、はい。そして、妙部読谷支部道場からですね、空手の演舞もございます。空手、おお、はい。で、読谷村子ど読子連のですね、メンバーによりますエイサー演舞ということになります。エイサーもあります。はい、すごいですね。はい、いろんな催し物が、舞台の演舞が、はい、はい、場所がどこでしたって。読みタウン、ヨンタウン読みタウン店ですね。あ、なるほど。読みタウンその古源にある、古源にある、イオンタウン読みタウン、イオンタウン読みタウンで、はい、会場がイオンタウンの駐車場になるんですか。そうですね、当初は駐車場の方で、ステージの予定だったんですけど、雨のためにですね、はい、宝くじ売り場、あ、はい、はい、うん、トイレとかある、屋根がある、うん、ありますね、はい、はい、ピロティのような形のところがあるんですけど、そちらの方になりますね。ここ、はい、素晴らしいですね。これ何時からですか。はい、2時から予定になっております。午後2時。なるほど。はい、これ、はい、子供たちの演舞を見るための料金っておいくらですか。無料となっております。マジっすか。さすが読みこ連、太っ腹じゃないですか。はい。ぜひですね、多くの皆さんにですね、子供たちの頑張っている姿を見てもらってですね、人にも見られることによって子どもたちまた張り切ったですね、強くなっていくので、はい、多くの人に集まって見てもらいたいと思ってます。とけしといえばもう獅子舞じゃないですか。これを子どもたちが演舞する。でザキミといえばザキミ坊、はい、これをまた子どもたちがやり、はい、でヒップホップ、はい、日頃このダンスの成果をこの舞台で見せて、あとは沖縄少林流空手道の妙武館の空手の演舞、はいはい、で竜武だったりエーサーも含めて見れるんですよ、はい、無料で。無料で見れます。素晴らしいじゃん。地元の子どもたちがね、はい、この取り組む共同芸能を皆さんに無料で、はい、見てもらうということなんですよね。はい、そうです。観覧無料ということで、観覧無料でございます。この会長からですね、ぜひお越しくださいのもう素晴らしいコメントをよろしくお願いします。ハードルが高いな。はい、地元の子どもたちですね、いろんな各、はい、公民館でですね、毎日練習して、芸能を励んでおります。また
武道のですね、空手とかですね、道場に通って、やっております。その姿をですね、ぜひ見ていただきたく思いますので、どうぞ、よみさん店へ、本日午後2時からですね、来て見ていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。観覧無料ですよ皆さん。これもね、読谷層も感じられるんですよね。そうですね、やっぱり読谷層の、うん、はい、伝統芸能でございます。また今ですね、子どもたち他のですね、はい、伝統芸能まだ読谷このうちの地元にはないなって思ってる方もいらっしゃると思いますけども、読谷連のですねエイサーはですね、地元のこのエイサーを、いろんなエイサーをですね、一応めっちゃ君の方がメインなんですけど、それを教えてやってるので、各地域にはですね青年会のエイサーがあると思いますので、そういうのをですね、子どもたちに教えることによって、伝統芸能って継承できるんじゃないかなと思っておりますので、そちらの方もご覧になって、いろんなもので子どもたちの成長だったり、はい、読みたんすを感じられる、まあ、イベントがあるということなんですけど、はい、でちなみに信吉さん、ごめんなさい、はい、キッズアクアパークは中止になるんですか、今日予定だった、そうですね、うん、雨のためにですね、キッズアクアパークは中止ということに決定しております。はい、はい、ただ読みこれん祭りはやるよ、はい、ということなんですよね。そうですね、読みこれん祭りかしは行いますということです。はい、はい、これね、情報としてはね、キッズアクアパークをやると思って来る人もいると思うから、まあ、中止だよってことはね、はい、生放送で伝えたら見てないので、うん、はい、でも良い子もね、祭りでね、万味化して沖縄を読みたんを感じて、うん、いただきたいと思います。もう会長の信也さんも多忙な毎日だと思いますけども、会長には気をつけて、はい、はい、大丈夫ですよ、頑張ってくださいね、はい、気をつけてくださいね、はい、はい、はい、いろんな意味で私気をつけます、ありがとうございます。はい、読谷村、子ども会連合会会長何ぬね信也さん、はい、遠山信也さんでした。はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。はい、失礼いたします。なんかよ、ラジオで読谷村の話をしてるラジオがあるって聞いてるけど、あんたわかるね。あは、9時からやってる毎日な。大変だね。でも読谷村の情報が聞けるんだったら、おじいも一緒におばあと聞こうかね。なんて観光情報番組を見たんですよっていうの。あいやな、これは聞いてみる価値があるかもね、おばあ。おばあにしりやびら。時刻は9時41分に、もう間もなく42分になろうとしております。先ほど皆さんにお届けした電話中継、本日午後2時より行われます読谷村フルゲンにございますイオンタウン読谷ショッピングセンターで行われる夏休み特別企画2016読みこれん祭りということでね、地域の子どもたちが、伝統芸能を披露する、祭りが本日無料で観覧することができる祭りが開催声がちゃう裏返りだな。皆さんぜひ無料となっておりますので、
読谷イオンタウンショッピングセンター足を運んでいただきたいと思いますよ。さあメッセージ来てますね、ありがとうございます。まずはこちらから、はい、これはあ、月光さんですね。月光さんいつもありがとうございます。月光のなりすましが出てきましたので心機一転しました。ラジオネームは封印いたしますので虹のロマンス改めよろしくお願いしますということでね、 FM 読谷の、スタッフの皆さんのご転向ご発展を心の中でお祈りいたしますということで、虹のロマンスさんからいただきました、ありがとうございますね。素敵なラジオネームですね、虹のロマンス。まさや嫌いじゃないですよ。今度のラジオネームゴルバチョフから来てる、すげえ、ゴルバチョフからもメールが来るんですね。ゴルバチョフってドイツだっけ。まさやさんおはようございます。雨ですね。今日友達とバーベキューを予定していましたがこの雨で延期になりました。これもこの雨野郎のせいです。せっかく楽しみにしていたのにショックです。だから何か楽しい情報とか面白いことを言ってくださいということでね。なんか八つ当たりっぽく見えるんだけどこれ。そうか、本当にこの雨の影響ってあるんだよね。さっき皆さんに紹介した2016読谷連祭りは開催ということなんですけども、同時開催で同じ場所イオンタウン読谷ショッピングセンターで、まあ、開催予定だったキッズアクアパーク、こちらは雨のため中止ということでございます。ゴルバチョフさんもね、バーベキューをする予定だったのにこの雨で中止、まあ、ゴルバチョフさんは延期って書いてるからな、楽しみが伸びる分までいいんじゃないですかね。おめでとうございますということで、皆さんのメッセージまだまだ届いておりますけれども、届いているメッセージはまた CM を挟んで皆様にご紹介していこうと思っておりますよ。まだまだメッセージもお待ちしてますだからね、メールアドレス fm786@fmyutan.co.jp までお送りください。それでは一旦 CM です。戦争レンタカーラジオドライブマップ、ご案内します。メンソーレンタカーラジオドライブマップのコーナーです。このコーナーは沖縄県レンタカー協会の FM ミタンがドライブマップを活用し、さまざまな情報を皆様にお届けするメンソーレンタカーラジオドライブマップ。行きたいスポット早分かり簡単安心、分かりやすいナビの設定が簡単なマップコード付きでございます。レンタカーをご利用される全ての皆様に手渡されるドライブマップ、さあ22ページ開いてみてください。22のページ開いてください。するとなんと我々 FM 読谷のスタッフがおすすめする
読谷の、ね、各名所のご紹介をしておりますけれども、それに加え嬉しいね、読谷村特産品プレゼント情報と載っておりますね、22ページに。これね、どういうものかというと、毎月10名に抽選で読谷村の特産品をプレゼントするというですねイベントを行っております。先月の7月から始まっておりますけども、先月も多くのねレンタカーご利用者の方々からの応募ありまして、その抽選で選ばれた10名の皆さんに読谷村特産品をお送りしておりますよ。5000円相当の読谷村特産品がね1つの箱に10と詰めて送るということで、もうラッキーですね。旅に来て旅の思いでいっぱい作ったのに、またこの地元のラジオにこんなって応募した読谷村特産品が当たるというね。詳しくはこの22ページに書かれている内容を、この番組観光情報番組読谷ラジオにメールで送るだけで読谷村特産品プレゼントしますよ。毎月10名ということでね、皆さんぜひご応募いただきたいと思います。その際にはあなたのお名前、住所、電話番号、そしてご利用のレンタカー会社、こちらを、明記の上、この番組にメッセージお寄せください。詳しくはドライブマップ22ページ22のページ見ていただきたいと思います。それ以外にもいろんな情報載ってますからね、皆さん参考にしていただきたいと思います。以上、メンソーレンタカーラジオドライブマップでした。ねえマスター、なんだか私最近行き詰まってるわ。お客さん飲みすぎですよ。いいの、今夜は酔いたいの。お客さん、それなら観光情報番組読谷ラジオおすすめしますよ。それ聞いたらもっと酔っちゃうわ。酔っちゃっていいんです。観光情報番組読谷ラジオ、観光情報番組読谷ラジオをお送りしてます。さあ、読谷何でも調査団で今日は読谷村大木にございます菓子工房キキ、お菓子屋さんの情報ね、夏のギフト、そして、店内で召し上がることができるパンケーキドリンクセットのご紹介いたしましたけどもね、夏のギフトといえばお中元でございますけども、こちら読谷村戸口にございます、紅豚岩獣のですね、キューボンセールご紹介しましょうね。これね、なんとね、昨日今日行われるということでキューボンセールのご案内でございます。このなんだろう、キューボンに向けての商品のほか、お中元ギフト向け、商品を各種取り揃えております。場所が紅豚岩獣さんは読谷村戸口にございます。戸口ビーチ内にございます。皆さんこれね、本土から観光で沖縄にいらした方々にもね、本当に喜ばれる、沖縄といえばイコール豚なんですけども、この豚、こだわった豚のね商品がまた買えるというね、お盆に合わせたこの、セールを行います。今日7日日曜日、オープンがこの後11時から夜7時までとなっておりますよ。皆さんね、岩獣ファーム、レストランもねありますから、美味しいレストランお食事をしながらね、お中元の商品ね、キューボンのまあなんだろうな、商品贈り物としてね、見ること買うことができますので、ぜひ皆さん読谷村戸口にございます岩獣ファーム、足を運んでいただきたいと思いますよ。そしてね、過去にね、うちのもう一人のナビゲーター前川恵美が紹介したカフェ群青というですね、場所があるんですけども、この沖縄のね、読谷村の特産品のこのやちむんをね、すごいこのなんだろう、大切にしてるというか、やちむんの器に乗ってくるこの料理ね、ちょっとした小料理とかね、美味しい食事ができるカフェ、やちむんの、カフェ群青さんで、やちむん&カフェ群青さんで、FM 読谷を聞きましたと伝えるとデザートがプレゼントされるそうですよ。皆さん無料で、はい、ぜひ皆さん読谷村のザキミにございますやちむん&カフェ群青に足を運んでいただきたいと思いますよ。ここでしかなんか食べれないでね、ピザもやってるそうなんですけども、
このピザの釜、ピザ釜、これもやちむんだそうです皆さん。これもちょっと見てみたいなって感じがしますけどもね。やちむん&カフェ群青 FM 読谷を聞きましたというと、なんと、はい、デザートがサービスでついてくるということでございます。これ明日までだそうです皆さん、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。詳しくはやちむん&カフェ群青、電話 098-927-9167、098-927-9167までお問い合わせください。いいですね、いい情報じゃないですか。さあメッセージもいっぱい来てますよ。こちら、あ、すげえ、茨城からだ。茨城県の皆さんありがとう。水戸納豆、マサヤさんおはようございます。今日は我が家の話ですが、レイ君ね、長男のレイ君の大好きな、バーバ、おばあちゃん、パパのお母さんが先日突然大きな病気になってしまいました。あ、そうなんだ、そっか。そして明日手術をします。10時間はかかる大手術です。無事手術が成功して元気に家に帰ってきてほしいことをみんなで祈ることしかできませんが、バーバが元気に回復したら、バーバジージーを連れて沖縄県読谷村に連れて行きたいです。 FM 読谷にも連れて行きたいです。まだまだ長生きしてほしい。例の例というのはね、長男のね、例の成人した姿、結婚式もバーバに見せたい、思いが届きますようにということで、茨城県からユーミンさんいただきました。そっか、大丈夫、思いは届きます。無事に手術が成功することをマサヤも祈っておりますよ。そして手術が成功して元気になったら、ぜひ沖縄県読谷村、そして FM 読谷にも足を運んでいただきたいと思いますよ。あ、バーバの写真が一緒に送られてきてますね。レイちゃんをおんぶしてる写真、素敵ですね。マサヤもパワーを送ります。絶対大丈夫です。ユミさんありがとうございます。ラジオネームひじゃがわびらちさんから来てますよ。マサヤおはようと言ってますね。私、台風は被害、台風は被害もあるけど、地球の生物とか恵みの雨、海の海面温度を下げて、海中の栄養をかき回して豊かな海を作っているので、台風はあってもいいんじゃないかなと思います。クイズの答えは台風用に何号とか何個って呼べないということでね。あと人間としては雨がなくなると生きられない、雨は歓迎ですということでね。そうでございますね。あ、今日のクイズ、現在までに発生している台風は何号まででしょうか、いくつでしょうかというのが今日の問題でした。答えは5号まででした。ありがとうございます。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課ほか各社の提供でお送りしました。ちょっとね、明日までどんよりした天気が続く沖縄県でございますけども、皆さん、お車運転気をつけて沖縄県を楽しみつつ、ここ読谷村でお待ちしてます。また後からや。